はいどうも皆さんこんにちは。本日もモンスターハンターライズサンブレイク、こちらの動画を撮っていきましょうか。ところで皆さん進捗はいかがでしょうか。おそらく多くの方がマスターランクに挑まれていて、そしてラスボスを倒された方も比較的多くなってきたのかなっていうところですね。おそらくこの動画出るのが発売してから2週間後ぐらいですので、おそらくこちら錬金術の新規と錬金術の転生解放されている方が大半かと思うんですが、まあ、解放されている前提で今日はですね話していきたいと思います。まず前置きとしまして、こちら新規と転生に関しましてはラスボスを倒すと解放されますね。でこちらでは具体的にレア度8であったりとか、レア度9であったりとか、レア度10のいわゆるマスターランクの5石が手に入ります。一応ですねサンブレイクにおけるエンドコンテンツっちゃエンドコンテンツではあるのかな。まあ、そういったところで多くの方が今ですね5石厳選をされているところかなと思います。ただ1点ですね、問題点があるんですよ。これねおそらく全ハンターの 99% ぐらいの方が直面する課題かと思うんですが、自分もたびたびですね動画で言っているんですけど、素材がねとにかく足りなくなるんですよ。マジでそれ、まあさすがにねここら辺の素材を使うわけにはいかないじゃないですか。まあ天輪であったりとかさ、玉であったりとか、まあここら辺使うわけにはいかないので、まあおのずとですねやっぱり汎用性が高い、なおかつ評価値が高い、そういったアイテムを新規で使うことになっていくんですが、ただなかなかねコスパがいいものがないんですよね。ただ現状ですね、自分も一通りプレイしてきたんですが、一番コスパがいいのが多分ね特濃マカ油だと思うんですよ。おそらくこれが一番効率がいいんじゃないかな。まあ仮ともチケットに関しても、まあ余ってる方であればこちらでもいいと思うんですが、ただいずれですねこの仮ともチケットに関しても切れてしまうので、まあ最終的にはこの特濃マカ油に行き着くのかなっていうところですね。自分もですねさっき周回してきて大量にゲットしてきたわけですが、そしてこの特濃マカ油どこでゲットできるのか、そこにフォーカスを当ててお話をできればなと思いますね。いやーマジでこの特濃マカ油は今作でめちゃくちゃ重要だからな。最重要アイテムってわけではありませんが、少なくともトップ10には入るぐらい重要なアイテムじゃないかな。特に5石厳選においては一番重要といっても過言ではないですからね。まあやっぱり大きいのが一つにつき評価値を2拍稼げるっていうところが一番でかいかな。こちら見ていただければわかる通り、まあ、玉ですら160ぐらいしか稼げないわけで、で、天輪でもですね、150前後となっているので、まあ、それを考えるとやっぱり効率はかなりいいのかなっていうところです。で、この特濃マカ油なわけですが、いくつかおすすめのクエストがございます。で、この特濃マカ油ですね、マスターランクの星6、ないしは、この怪異クエスト、こちらの報酬で入手が可能となっております。まあ、基本的にはですね、この EX でついてる怪異クエストと、で、星6のクエストでは、いずれのクエストにおいても実はね、特濃マカ油ゲットすることができるんですよ。これ皆さん知ってましたか？そう、特定のクエストだけではなくて、一通りですね、ゲットすることができます。まあ逆に言うとですね、どのクエストでも入手可能っていうことは、特に周回効率がいいクエストと、その周回方法って何なのかっていうところが重要になってくると思うんですよ。特に5石厳選においてはとても重要になってくるかと思います。で、特濃マカ油の効率のいい入手クエストとしましては、まあこれはですね主観的な部分が多く入ってしまうんですが、一つ目はこちらかな、ナルハタタ姫雷神ですね。雷神がかなり効率がいいんじゃないかなと思います。これが何でかっていうと、この特濃マカ油なんと1枠で2個出現する時もあるんですよ。他のクエストではなかなか1枠で2個出現するっていうことはないんですが、ただこのナルハタに関しては、まあ、仕様なのかどうか分かりませんが、なぜか2個出現する時があるんですよね。そういった意味でかなりおすすめですと。まずそちらが1点目と、でさらにこのナルハタの素材ですね、上位の時も多くの方がお世話になったかもしれませんが、素材としての価値もかなり高いんですよ。評価値も高いので特濃マカ油稼ぎっていう側面もあるんですが、ナルハタの素材自体が使えるので、この素材自体もマカ錬金で使用することができます。ですので一石二鳥なんですよね。まあそういった意味だと一番コスパがいいのがこのねナルハタのクエストかなっていうところですね。特濃マカ油も手に入りやすいし、そして素材も高い評価値を持ってるっていうことでかなりおすすめですね。しかも妨害4人でいけば
かなり周回がしやすいので、まあ野良で周回するのはかなり難しいですが、ただ船とかがいる方であれば相当楽にですね周回できるんじゃないかなっていうところです。まあライトボウガン4人で行けば1回あたり5分程度で周回することできますからね、まあそんなにかからないか、まあ人によると思いますが、個人的には貫通弾の速射ライトボウガンですね、自分が今背負っているものなんですが、そこのおすすめの装備に関しましては別途他の動画で語っておりますので、もしよろしければそちらの動画も重ねて見ていただければと思います。あとは時点で3段のライトか3段のヘビーかな、そちらでも高速周回が可能となっております。まあ今のところはダントツで効率がいいのがやっぱりナルハタじゃないかな。時点で、まあ、効率がいいっていう言い方はどうなのかちょっと分かりませんが、このイブシマキヒコ、こちらもですねかなり簡単に狩ることができます。ぶっちゃけ弱いです。ですので割と早く周回もできるし、で落ることも少ないので安定的に特能マカブラゲットすることできます。でナルハタと同様ライトボウガンでいけば蜂の巣にすることができるので、まあそういった意味ではですねこちらのイブシマキヒコも相当ですねおすすめのモンスターとなっております。おそらく効率自体はですねこちらのナルハタの方がいいと思うんですが、ただイブシマキヒコでも一応ですねいいのかなっていうところ。そしてソロでやられている方はおそらくガイアデルムの周回が一番多いんじゃないかな。こちらのモンスターに関しては4人で行くマルチで行くというよりソロで行く専用のモンスターかなと思っていて、まあ、結構有名な話ではありますが貫通の電撃弾がめちゃくちゃ食らうんですよこいつ。ですので、まあ、シールドの貫通電撃弾のヘビーで行くと相当簡単に周回することができます。それこそねソロで5分程度で周回することも可能ですので、まあ、ソロで行くんであればこのガイアデルムも候補に上がってくるのかなっていうところです。ですのでマルチで行くんであればナルハタで、ソロで行くんであればこのガイアデルムっていう形になるのかな。まあ、多分ねこういう使い分けされてる方が多いんじゃないかなと思います。でこのガイアデルムに関しましてももちろんですね特能マカブラゲットすることできますので、でさらにこのガイアデルム素材がめちゃくちゃ高く売れるので金策としても優秀ですね。そういった意味だとこのガイアデルムをひたすら周回していくっていうのもありなのかなっていうところです。だからまあマルチで行くのかソロで行くのかっていうところで大きく変わってきますが、ただ個人的にはですねこの3つのクエストがおすすめとなっております。おそらく多くの方がこの3つで回してるんじゃないかな。まあ星6に関してはこういった形で複数体の狩猟のクエストが非常に多くなっているので、まあ、高速周回っていうのが物理的に難しくなってるんですよね。まあ、そう考えるとやっぱりですねまあここら辺のナルハタであったりとかガイアデルムであったりとかイブシマキヒコっていうところが候補に上がってくるかと思います。まあぶっちゃけバルファルクであったりとかあとはまあマガマガさんであったりとかここら辺でもいいんですが、ただ周回がかなり難しいですのでやっぱりですねこの3体がいいのかなっていうところです。ですのでこれから五石厳選をしたいと思っている方はぜひぜひこちらのクエストを高速周回していきましょう。で装備に関しては過去動画で語っておりますのでそちらの動画を見てください。まあそんな感じかな。いやけどガチでさ特能マカブラめちゃくちゃ重要ですよね。自分も先ほどこのナルハタタヒメを何十体も倒してきました。ただナルハタに関してはですね割とマルチでも楽しめるモンスターではあるので、もしフレがいなくてもやってみる価値はあるのかなっていうところですね。まあそんな感じでございます。ただ五石厳選今しているわけなんですがかなり渋いですよね本当に渋くないか。全然さ使えるお守りが出ないんだけどマスターランクにもかかわらず。ちなみに五石厳選してる動画も別途投稿しておりますので、ぜひ過去動画をご覧いただければと思います。では今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録をお済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録してこれからもモンスターハンターの動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。おそらくモンスターハンターやってる方であればチャンネル登録しておいては損はないと思いますので、ぜひ気軽によろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃの。 Bye.